東日本大震災からの復興を支援する人々や被災地の現状に関する情報をお伝えするつながり通信です。今回は木の屋石巻水産の松友道人さんに現地の最新情報を届けていただきました。震災から間もなく3年を迎えようとしている今、被災した現地の様子はどうなっているのでしょうか。木の屋石巻水産の松友道人です。東日本大震災からもうすぐ3年が経とうとしておりますが、宮城県では先日あの震災で発生した瓦礫の処理が終わりました。今回はそれにまつわる報告を行いたいと思います。私は今女川の清水地区に来ております。以前のレポートでお伝えした時は瓦礫がかなりの高さまで積み上げられておりましたが、今ではその瓦礫もきれいになくなっております。2012年6月の女川の様子です。重機によって集められた瓦礫の山、これらは果たしていつどんな風に処理されるのだろうか、そのまだ程遠い道のりに不安が募っていました。しかし今の女川はこの通り、作業機材が残っているものの瓦礫はもうどこにも見当たりません。そして木の屋石巻水産の地元石巻漁港があった場所です。この辺りも震災後すぐはこのような光景が広がっていました。そして今の石巻漁港付近はこのような状況、被災の面影が日々薄れ、むしろ新たな街づくりに向けて力強く動き出しているという印象です。先月18日、宮城県は東日本大震災で発生した可燃瓦礫およそ170万トンの焼却処理を終了し、県内にある9カ所の仮設焼却炉のうち最後まで稼働していた石巻市の焼却炉も火を落としました。焼却した灰の埋め立て処理なども3月までには終える予定です。当初は処理に10年間かかると言われていた三重県で発生したこの震災の瓦礫ですが、東京都や北九州市などのご協力によりわずか3年間で終えることができました。町や産業の復旧を行うとしても、まずはこの瓦礫が片付かないことには始まらないので、ご協力いただきました皆様には心から感謝いたします。以上、つながり通信、木の屋石巻水産の松野道下がお送りいたしました。